け声のパー5。パー5です。十三番ホールです。パー5。さえちゃんドライバーで、今日初ドライバー。風がやや左からな感じですか？お、バンカー出た。お、左のフェアウェイ。転がって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 な感じ。ナイスです。全然入んないと思うんですけど、飛ばくんですね。飛ばし屋ですね。よかったです。さすが飛ばし屋。あれ、プロはティーショットどんぐらい飛ぶんですか？私は230から40ぐらい。あ、女子プロの平均ってどんぐらいですか？多分それぐらい。へえ。わかんない。こっちが私です。じゃあタエちゃん、まだプロには勝てないな。いや、また変なところですね。池があるみたいなんで、はいはいはい、手前に結構刻んだ方がいい。ダブルでしょ。ナイス。今何番ですか？120だったんですけど、7番で抑えて、はい、風が上げてるから、はい、ライナー系。ナイスです。ありがとうございます。たいちゃん3打目112ヤード9番です。どう？左ギリギリです。ナイスパスパです。いい感じですね。パター、パターなんとかですけど、ちょっとショットがまだバーディーチャンスが来ないですね。そうですね。パーで耐えて耐えてバーディー待ちたいと思います。うん、こんな感じだな。スタッフはスタッフ後ろ。です。14番ホールです。ナイスですね。今のスイングすごい良かったですね。ね、ちょっと今のスイングこれスローで出してほしいぐらい。今のスイングはこちらですみたいな感じで。リプレイです。そう、リプレイですみたいな。頭が残っててすごい良かったと思いますよ。ありがとうございます。タイちゃんセカンド3番。いいんじゃないでしょうか。結構攻めちゃった。大丈夫ね。距離がいってる。当たりはどうだったんですか？当たりはまあそんなに悪くないですけど。じゃあいってるんじゃないかな。見えないから不安です。見てみないと。いいじゃないですか、アグレッシブで。はい、ちょっと狙いどこには行きました。ああ、そうですか、はい。じゃあもう完璧ですね。多分。これでも、ミスしててもね、はい、そんなになんかまあいいショット打てたしみたいな感じで。そうですね。そんな深く考えることは。攻めたんで。攻めちゃったから、うん。タイちゃんのセカンドはもうグリーン手前ピンまで25ヤードぐらいのところまで来てますね。タイちゃんバーディーパットです。Thank you.
どんどん試合に出てくださいは、日本の試合じゃなくて台湾の方で出てくる、そっちに映る試合してます。あ、そうなんだ。台湾系女子ですね。そうです今流行りの、今流行りですもんね。若手女子プロで今流行りですもんね、台湾系女子。そうなの、知らない。4日系女子で台湾女子ツアーは QT 受けたんですか？あ、そうです、 QT 受けて、ほうほうほう、で通って出るっていう感じです。レベルはいかほどなものですか？レベルはあの1回なんですけど、はい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 、その1回で30以内に入れば基本的にいろいろ出れるっていう感じで。そうですね、まあ、日本とちょっとコースとかが違うから、はい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 、どうなんでしょうね、はいはいはい、うん、でも上手い人は上手いです、やっぱりどこでも。そうですよね。15番パー3です。7番アイアンです。タイちゃんナイスオン、7番やん。7番です、上げてると思ってフォローですよ。変わったんじゃないですか？いや、ずっとフォローでしたよ。フォローだなと思ってましたその分ちょっと大きいです、ね、そうですね、はい、ナイスオンです。いや、タイちゃんうまいですね今日。いい感じですよ、パターの感じも悪くないんで、はい、まあ、ショットでちょっと右向き気味な傾向があるんですけど、まあそのうち気づくと思うんで大丈夫ですね。いや、今日の撮影は楽しいです。以上。さすがプロです。プロのティーショットはピンから約2メーター、もうピンの真横に落ちてここで止まってます。タエちゃんもナイスオンです。グリーン上でのコツはどれだけの情報量を頭の中に入れるかなんで、やっぱいろんな角度からピンを見た方がいいですね。あえてタエも外から見たりとか、やっぱいろんなところから見ることによって傾斜が分かったりだとかあるんで、それは大事ですね。皆さんも参考にしてみてください。ナイスです。いい具合にこうやってしっかり上りのラインにつけられているのでいいと思います。たまらないもの。16番ティーショットです。うん、ナイスショー。いや、あれも左だな、左。なんとも言えない感じですね。まあ、大丈夫な気はするけどね。タイちゃんティーショットちょっと左来てしまってね。左来ましたね。バンカキックしてたね。待って、カート道に1球あるけどカート道にあるよ。やば、330ヤード飛ばしてます。いや、よく残ってくれてますね。よかったね。よかった。すっごい飛んでるし、はい、ちょっとかなりへこんでたんですけど今よかった。残りだってもう近い。すぐそこっすね、グリーン。そうですね、70ヤードぐらいですかね。そうですね、よかったっすね。じゃあバーディー取りましょうか。はい、今スリーパットしちゃったからね。そうそうです、ちょっと今へこんでるんでね。じゃあしっかりバーディー取ってね、はい、流れをなんとか、はい、戻します。よし、結構打ち下ろしてますね、はい、60、65でピンの手前からややワンバウンド跳ねてちょうどいいぐらいじゃないですかね。こういう距離うまいんだよね。ちょっと突っ込んじゃったな。
感じです。ナイスです。じゃあナイスオン。方向が、方向が良くないですね。プロのバーディーパット。おおおお。まーい。さすがですね。ああいうパットをああやって距離感合わせてくるあたりがやっぱさすがというか、タップインですもんね。これはナイスパーです。タイちゃんは今プロのラインを見れたんで、ラインはそんな悩みないと思うんですけど、迷いなく打てれば。惜しい。ナイスパーですね。ナイスパーですね。あ、イベントホールでございます。アマチュアの方に頑張っていただきますよ。はい、アマチュアの方は普通にニアピンです。これ何ですか？頑張ってください。これは日焼け止めです。日焼け止め、はい、おすげえ。ここではあのプロの方には弾丸ショットニアピンって言って、ドライバーでワンオンを狙っていただきます。すげえな。今まだ一人しか乗ってない。一人だけです。そう。しかもあのちょっと黒い旗見えます？左側。アイアン持ってますプロ。プロアイアン持ってますよ。はい、まあそんな聞いてなかったみたいなね。え、普通にスコア。スコアはあのその後の本級で。はい。プロドライバー何使ってるんですか？テイラーメイドの M。出た。M5。はい、ツイストフェイス。かなり転がるので、かなり手前で。おおおおおお、まだ欲しい、欲しい、ギリ乗ってほしい、ギリ乗ったってことにしてほしい。でもすごい、だいたいみんな通過してるんで。さすが、やった。たえちゃんも急遽チャレンジ。わー、右かな。バンガーです。残念。難しいよね。いや難しいですよ、本当。ありがとうございます。タイちゃんが9番やんです。ナイスショット。おお、真横ですね、真横。ニアピンだ。タイちゃん4メーターなので、それを切れば行けそうじゃないですか。ね、行けそう。すごい。すごいですね。さすが北。コンペ荒らしちゃってんな、タイちゃん。やるとこはやるよ。タイちゃん1メーターです。これ暫定1位じゃないですか、もしかして。暫定1位です。かー、タイちゃんすげー。ナイスです。イエイ。エスリー。ここら辺ですね。残ってますね。あ、これだ。これか。はい、すみません。記録がここですね。1メーター20。はい。ですね。おめでとうございます。おめでとうございます。よし、1個戻したよ。戻したよ。ワンオーバーだよ。はい、頑張ります。18番ホール、タイちゃんスプーンです。ナイスです。プロも3番ウッドですか？よいしょ。残り何ヤードですか？107ヤードです。何番？ピッチングで。ピッチング、トップですよね、今ね。セカンド痛恨の池ですね。
ちらの奥の池に。入ればボギー。うーん。